はい、というわけでやってまいりました。今日はね、ちょっとあの撮影の合間にあのホンダカード大阪東花園店さんで充電の方をさせてもらってます。撮影ね2時間ちょっと今、かかってまして、あの 55% か。まあね、200ボルトだったらそのもんやね。38% ぐらいだったんで、17% ぐらい、2時間ぐらいで 17% でした。いやー結構かかるよね。いやあのホンダいいね。あの乗り始めて今日で1週間経ちました。まあ、実際はね、あのうちの奥さんが、ほとんど通勤で乗ってるという感じなんですけども、もうね1週間目にしてね、ちょっと心が折れそうになってきてます。っていうのはね、やっぱね充電ですよね。それ以外はもうねほぼ完璧と言いますか、まあもうちょっと後ろ広かったらいいなと思うぐらいで、まあデザインもね気に入って乗ってるんですが、あの唯一充電だけですよ。まあ今日もね、あの花園店さんへ来て、撮影してたんですけど、その間だけね、あの充電200ボルトでやってたんですが、まあたまらないですよね。まあそうやってお邪魔してね、そういうところにコンセントがあれば、まあその待ち時間はそれで利用できるんですけども、そういったね用事がない時に、あのもう疲れて家に帰ってね、あのはもう充電があと 10% ぐらいしかないと、そういう時にもうそっから充電スポットに、まあ急速充電スポットに行かないとダメなわけなんですよね。明日の準備もあるんで。なのでそっからの30分とかね、結構しんどいんですよね。おそらくその充電の金額というよりは、その充電してる間の時間ですよね。それがちょっと大変だろうなという感じがします。で、もう家にねコンセントをねやっぱつけたいなと思ってまして、今日、昨日か、あの管理組合の方にね電話したんですよ。そしたらね、まあちょうど今日そういう会議があるので、そのところに叩き案を出しさせていただきますと。まあちょうどね、ニュースになってましたよね。2030年半ばに内燃式といいますか、電動化する車をね電動化するといったニュースが出てたと思います。まあそういうのもあり、まあ前向きに取り組んでくれそうだなという感じはしました。ただね、まあ理事会に挙げて、そっからさらに住民のね票を取ってという、まあ、段階的な話がありますので、結構やっぱ時間がかかるんだろうなという感じはしました。まあ1年ぐらいひょっとしたらかかるんちゃうのっていうね、ちょっといつになったら家にコンセント来るのみたいな感じですよ。まあちょっと今のはちょっとダメなポイントだったんですけど、いいポイントをどんどん上げていきます。いいポイントはね結構あります。やっぱね先進的な要素が満載だなと。まずはこの自動運転ね、これはEV カーでなくても、まあ最新のフィットとかでもねこれついてます。前の車に今ちょっと渋滞中なんですけど、セットして、もう簡単ですよこれ。距離設定して、ここ40キロから40キロまでします。そうするともうアクセル外してもね、どんどん前の車についていきますので、もうブレーキもねもう自動的にやってくれます。で完全に、0キロまでストップして、で、このままもう今サイドブレーキも何も引かない状態ですよね。なので足はねめっちゃ楽です、これ慣れてしまうと。まあ、高速道路でももちろんできるんですけど、こういうね、下道の渋滞時にこれが使えるっていうのはね、本当に楽だなと思います。で、これね、解除するときは、0キロから勝手にね、前の車が出ると、勝手に、進まないんですよね。手動で解除しないとダメです。その時はアクセルを軽く踏むか、ここにね、ほら、これ、ここ。このボタンを押すと、親指でね、解除できるんで、めっちゃその辺ね、楽だなと思います。今ちょっと前の車動きましたよね。そう、親指を押します。はい、動き出しました。で、前との車の距離を測って、ストップしましたね。
なので、この、ここの、この親指ボタンでね、操作できるっていうのが非常にいいと思いました。街中に関しては、このシングルペダルですね。基本は、これをずっとするような感じになると思います。シングルペダルで、少しでもね、回生ブレーキで電気を貯めながら走るというのが、ちょっとでも長い距離を走るコツになるのかなという感じですね。それとエアコンを、今ちょっと暖かくなって消してるんですけど、エアコンをつけるとね、やっぱり電池の減りって早いんだなという感じがしました。で、常にこの冬場だしたら、このシートヒーターね、結構暖かくて、で、このハンドルヒーターもね、ついてるんで、ハンドルヒーターとシートヒーターで結構十分ポカポカ暖かいんですよね。今日は外気温が、7度なので、結構寒い方なんですけど、それでもね、全然これだけでいけます。で、やっぱこの天井が、これ今ガラス張りになってるんですけど、これはね、意外と室内温めてくれるんですよ。逆に夏はどうなんだっていう感じはするんですけど、冬はね、これ開けてるだけで結構暖かいです。いやー。で、あと、これね、OK ホンダ。ナビ、キャンセル。ナビゲーションを停止しました。はい。こんな感じでね、結構音声ガイドを使えるんですよ。反応もね、結構いいです。周りの雑音とか、音楽ね、今は流してないんですけど、音楽流してても、結構この発話ワードっていうのがね、敏感に、捉えてくれます。その辺はね、いや、すごいなと思いますね。発話ワードさえね、きっちり覚えれば、本当に使える機能だなと思いますね。で、実はね、これ iPhone 私、ここに置いてるんですけど、Siri が使えるんですよ、実はね。Hey Siri!LINE 立ち上げて。どなたからのメッセージを読み上げますか？どんちゃんにメッセージ。内容はどうしますか？今撮影終わりましたので、花園店から家に帰ります。 LINE でのどんちゃんへのメッセージは次の通りです。今撮影終わりましたので花園店から家に帰ります。送信してもよろしいですか？送信お願いします。はい、送信しました。ね、これめっちゃ便利。違う、実はね、Apple CarPlay、これもホンダ E じゃなくても使えると思うんですけど、すごいね、なんか反応がいいんですよ。普通にね、今使えましたよね。これはね、実用的なレベルまで今もう来てると思います。 LINE でやっぱ文字でね、手打ちしてる方多いと思うんですけど、結構ね、Siri とか音声を読み取る機能ってね、優れてるんですよね。なので、外では、恥ずかしいですよね。Hey Siri使うのね。車の中だったら恥ずかしくないんですよ。一人の空間なんで、もしくは家族とかね、友達の空間なんで、Siri が使えるというね、恥ずかしくなく使えると。この OK ホンダも恥ずかしくないんですよね。あ、立ち上がった。キャンセル。さようなら、またすぐに会えますよね。ナビね、ちょっと発話ワードさえね、つかめば本当に使いやすいです。いやー、本当ね、惚れ惚れしますよね。特にね、このリアがめっちゃかっこいいなと思ってます。ぐるり一周回りますね。やっぱこのおけつのこのラインがいいなと思ってます。いや、運転してるとね、この外から走ってるシーンが見れないんで、その辺はあれですよね。もう一台車買って後ろから見るか。いや、一回追跡して動画撮ってみたいな。わかっこいい。
します。これミラーがまだちょっとねないミラーを見ちゃいますよね。いやー高速道路も快適だわ。意外とね快適だなと私は思います。高速道路これホンダ E の無印タイプだからかな。ホンダ E アドバンスはちょっと足回りが硬いみたいで、まあ、17インチがホイールはちょっと大きいんでね、乗り心地がこのホンダ E の方がいいという話です。ちょっとねまだ実際乗り比べしないとわからないんですけど、まあ私は悪くないなと思ってます、この高速道路も。ただねちょっとアクセル踏みすぎると電池の減りがやっぱ激しいなというのがあるので、基本ねやっぱ走る楽しみもあるんですけど、この燃費をなるべく減らさないようにエコ運転するっていうのが基本の乗り方かなという感じですね。やっぱこのロードノイズもかなりいい方だと思います。で今回ねこの EV 専用のこのボディフレームを新しく作りましたので、なんかねやっぱ新しいそのアーキテクチャといいますか、なんかやっぱ剛性が上がってるんだなという感じしますね。乗っててねすごい安心感があります。ボディががっちりしてるなという感じがしますね。その辺がねやっぱこれコンパクトカーにはなるんですが、結構やっぱ一つ上のクラスの車に乗ってる感じがしますね。加速するぜ。もう電池をねちょっと減らしたくないんで一瞬だけ加速しました。やっぱこの辺がね電気自動車の醍醐味ですよね。すごいやっぱ加速がねいいなと。テスラほどじゃないんですけど、これわざと制御してると思います。ちょっと緩め設定にはしててこれだけの加速なんでね、本当に気持ちいい乗り物だなと思いますね。やっぱね音声ガイドを使うと視線をそんなに映さなくていいなと思います。最初は音声ガイドをするとその逐一ねこう見るようにこうひょっとしてこれ手でするより見るんじゃないかっていうぐらいねモニター見てたんですけど、だんだんね慣れてくると向こうの遠いところ見ながら音声だけでね反応できるというのは非常にいいなと思ってます。例えば結構ね私時計とか見るので探すんですよね、時計の位置をね。腕時計とか見る仕草も発音ワードだとなくなるので、これすごいいいんですよ。 OK ホンダ今何時？午後12時18分です。 OK ホンダ到着時間を教えて。OK ホンダ今日の天気教えて。今日の天気はところにより晴れとにわか雨、最高気温は7度、最低気温は0度です。で今もう 47% なんですけど、これもねだいぶね度胸がついてきました。最初ね減りが早いんで心配してね、うわめっちゃ減ると思ってたんですけど、だいたいね私の行動範囲ってね決まってるんで、こう花園店とかね嫁の実家とかね、その辺の買い物の距離とかだいたいね旅行行く時以外は読めますので、まあ、その生活のリズムさえ掴んできたら、まあ、残り何パーぐらいでっていうのがなんか直感的にね分かってくるようになると思います。まあ、というわけでね今日は乗って1週間、いろいろ感じたことをダダダッと喋っていきました。まあまだねちょっと使い慣れてないところがあるので、ちゃんとしたレビューはねどんどんねこれから配信していきたいと思いますので、もしよろしければ皆さんチャンネル登録の方していただければ、より良い EV 生活が情報が、取れると思いますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。はい、というわけで今日は、ホンダ E1 週間乗ってみたでした。じゃあね、バーイ。